チャンネル登録10万人達成しました。はい、ということで、皆さんのおかげでですね、10万人達成して銀の盾が YouTube から送られてきましたので、開封していきたいと思います。めっちゃ YouTube って書いてあってすごい盾入ってそうだなっていう、結構バレバレな感じでくるんですね。お、なんかお手紙と名刺が入ってます。リックさんが包んでくれたみたいですね。おお、すげえ本物だ。ギターを弾きましょうの衣装グレーとかなんで、なんかお揃いな感じが嬉しいです。はい、ありがとうございます。皆さんのおかげでなんとかあの銀の盾をいただくことができました。ありがとうございます。今日はですね、このチャンネルの振り返りと、終わりに、ギターレッスンのキャンペーンをですね、久々に、最近募集停止しちゃってたんですけど、1週間限定で、体験レッスンというかレッスンをちょっと半額ぐらいで受けれるみたいな、そういうキャンペーンをやろうかなと思いますので、興味のある方は最後まで見てみてください。振り返るとこのまずチャンネルのコンセプトなんですけど、それが、ギター初心者の人が曲でギターを学べる、そういう動画を配信していこうっていうものでした。これはですね、周りにですねギターを始めたけど挫折しちゃったんだよねっていう声とか、実は昔ギターやったんだけど F コードでちょっとやめちゃいましたとか、そういった結構ね、やめちゃう人ってギターってまあ始めやすい分っていうのもあるんですけど、始めやすい反面やめちゃう人、諦めちゃう人もたくさんいて、そういうのがなんかギターをやってる身としてはなんかちょっと寂しいなっていうのはずっと思いとしてあって、そういう人に向けてなんかギター初心者の人がつまずかないような、そういうような動画を配信できたらいいなという思いがありました。自分がギター初心者時代に結構教則本とか、結構気合い入れてやろうってなってたんだけど、それとも全然なんかすごい練習してるのに伸び悩んでる時期が結構あったんですよ。でその時に曲で練習をするとすごくモチベーションが上がるなということに気づいて、っていうのはやっぱ教則本だとただの C とか G が、それが2つのコードでもたった2つでもイントロのコードとか、あの好きな曲ちょっと弾けたとか、 A メロちょっと歌い出し歌えちゃうじゃんみたいなのがあるとすごくモチベーションが上がったんですね。あの曲弾けてるすげーってなったんですよ。だから僕はそういったところを大事にするために、まあ、曲で初心者の人でも学べるみたいな、そういったコンセプトで最初は始めておりました。自分はまあこんなことにですね、ギター初心者時代ちょっとしてから割とすぐにですね、まあ、一線で活躍されている、まあ、ドームとか武道館とかそのメジャーなところでもやってたりするような、人とですね、出会って、その師匠に長年教わってきたっていうところがあって、そこでやっぱり多くの人にですねこう聞いてもらうタイミングでどういったところを意識してアレンジしてるのかっていうところの感性を、すごく、学ばさせてもらったなというふうに思っております。また自分は、シンガーソングライターとしてですね、活動していたっていうのがあって、そこで、まあ、歌にですねあまり自信がなかったっていうところもあって、ギターのアレンジでどうやって差別化していくのかっていうところをすごくこだわって、向き合ってやってきたんですね。なのでそれらの自分が大切にしてきたこと、まあ、アレンジにこだわるっていうことを、まあ、このチャンネルでは自然と、意識してやってきたかなというふうには思っております。ただこうすれば簡単だよねっていうだけじゃなくて、この動画を見て学んでくれた人が実際にステージに立ってライブをやった時に、お客さんに向けて演奏した時に、その聴いてるお客さんが聴き心地が良くなるためにはどうしたらいいかなとか、そのお客さんを飽きさせないためにはどうしたらいいかなとか、そこにたまたま居合わせたミュージシャンの人が聴いた時に、あ、この人初心者だけどちゃんとしてますねって思ってもらえるようにとか、そういったことをですね想像しながら、アレンジを考えたりとかレッスン動画を作ったりしてきました。なので初心者の皆さんがそうなってもらったりとか、経験を積んでそれ以上になってもらったらいいなぁと想像しながら、イメージしながら動画配信をしております。でギターを弾きましょうとしては、この YouTube をはじめ、コード譜ストアも数千部ぐらいご購入いただいたりとか、ギターを弾きましょうプレミアムも、初月から数百名の方に入っていただいたりとか、でギターレッスンは出
超ギターレッスンといって全国を対象にですね、いろんな都道府県に行かせてもらったりとか、オンラインギターレッスンとか、あとは今吉祥寺でですね、リアルなレッスンもちょっとやってるんですけど、そういったとこだったり、であとこの夏に始めたばっかりの、ギターの基礎を学ぶことに特化したギターオンライン講座に入ってもらってたりとか、本当にいろいろな活動をやってきました。で今後はですね、この今見てもらっている YouTube がすごく、大事な柱になっているというのは間違いないので、この YouTube を見てもらうだけでいろいろとですね、役に立つような動画だったりとか、楽しんでもらえるようなものを配信していく。で、それは YouTube に最適な形でやっていくっていうのと、でよりですね、深掘っていきたいとか、よりなんかレベルアップしていきたいなっていう人向けに、有料のコンテンツがあるよっていう感じで、バランスを、いい感じに取っていけたらいいなというふうに、思っております。なんかあんまりですね、 YouTube って深掘り系のコンテンツがあんまり相性が良くなかったりするので、どちらかというと、YouTube に合うので、テンポがいいとか、あえてですね、こうまったり見れるとかもあるかもしれないですけど、そういったなんか YouTube に向いている形っていうのを自分なりに研究しながら、YouTube として心地よいものを目指していく、で有料は有料でちゃんと向き合っていきたい人向けに、ちゃんと最適化をしていくっていう風に住み分けをしていけたらなと思っています。ということでですね、初心を大切にして、ギター初心者さんが、学べるっていうことをしっかりと向き合っていきながらも、アレンジのこだわりだったりとか、そういったところもしっかりと、こだわっていって、よりですね、役立ててもらえるようないいコンテンツを作っていけるように励んでいきたいと思うので、これからもよろしくお願いします。はい、そしてですね、10万人記念ということで、レッスンのキャンペーンをやりたいと思います。はい、これはですね、実際のレッスンの価格のだいたい半額ぐらいかな、2400円で、30分のオンラインレッスンを受けることができます。はい、で、期間は1週間とさせていただいておりますので、ちょっとレッスン受けてみたかったよっていう人は、これを機にですね、ぜひ受けてみていただけたらと思います。はい、でこの体験レッスンのキャンペーンの申し込み方法としては、公式 LINE をですね、概要欄に貼っているので、それを追加してもらって、体験レッスン希望っていうようなメッセージを送ってください。順次対応させていただければと思います。はい、ということでですね、10万人ありがとうございました。本当に皆さんがいてくださったおかげで、今日までやってこれてます。正直需要がなければ廃業していますので、本当に皆さんのおかげでとてもありがたく、すごくありがたいことだなと、ふとした時に思うんですけれども、本当にありがとうございました。これからもですね、より良いものをお届けしていきたいと思いますので、ぜひこれからもよろしくお願いします。ありがとうございました。